千歳ちゃん、私ね、大きくなったら。おはようじいちゃん、寝ぼすけさん。お嬢様、おはようござん。朝食は？もう準備してあるよ。昨日の残り温めただけだけど、あとはジオちゃん待ちかな。お嬢様が、ああそれは失礼しました。着替えますのですぐに。今日はお嬢様はお仕事、帰りが遅い。このまま時間を潰して、念のため夕飯の用意はしておくか。綺麗。そうですか。どうも。美しいものを描けば綺麗に映るのは当然か。けれど、なんだろう、この引っかかりは、この感覚は。思えば、あの仕事が白紙になってからだ。ソロライブですか。それが仕事なのであればやりますが。一人で歌い、一人で踊る。私に価値を見出している水郷な者たち向けのステージ、何か認識違いがありますか。お前でも諦めることがあるのですね。待ち続けることになりますね。ずっと。あ、書きません。いえ、書けません。私にはその必要も価値もありませんので。すみません。千歳ちゃん、待って。もう私ばっかり鬼だよ。ジオちゃん、じゃんけんで何出すか分かりやすいんだもん。じゃあ次は別の、一緒に遊べることにしよっか。うん。じゃあ雪だるま作るのもいいし、そり滑りで遊ぶのもいいし、あとはやりたいことばっかりだね。千歳ちゃん大丈夫？寒いよね。もうお家入ろっか。お屋敷のピアノでお歌を歌おう。ごめんね、私のせいで。しおちゃん、もっと遊びたいでしょ。千歳ちゃんが元気じゃないと意味ないもん。大丈夫だよ、私
我慢できるから。待ってるから。帰りの電車。はあ、乗り過ごしてしまったのか。心地の良い夢を見ていたせいで。降りてしまったのだろうか。寄り道する時間に意味などないのに。おーい、やっぱ千代さんだ。すごい偶然ですね。お、せっかくだし写真撮ってこ、記念にね。はい、にー。アキラさん。ああ、ただの掛け声なんで、適当で。はあ、に。なんかすみません。でもほら、いい感じ。後で送っときます。どうしてここに？近くで撮影あったんで。ついでにここの雰囲気を満喫してます。刺激もらえそうだったから。千代さんもやるでしょ？どっか遊びに行ったり、新しい服着たり、知らない景色見るの。いえ、特には。そっか、割とインドア系？お屋敷では主に家事を。へえ。あ、趣味は？あて、ナンパみたいか、これ。趣味は、ありません。ノーコメントだ。あ、そうだ。絵とか好きな感じです。美術部入ったって聞いて。自分も美術部で。わかりません。わかんないか。アキラさんには何か理由が？理由っていうか、楽しいから。自分のメインは造形なんだけど、なんか作り出したいんですよね。楽しいですか。やはりわかりません。そっか。じゃあ、いつか何か作ったら見せてくださいよ。なぜ？理由なんていります？なんとなく、ただの興味ですよ。待ってますからね。今日もデッサンの続きか。意味のない。まるでお嬢様の戯れのような日々。なぜ自分の手で描こうとしているのだ、私は。そっか、千代ちゃん、自画像は描きたくないんだ。他のものも？お嬢様の声。これ、千代ちゃんが描いたもの？ほんとだ。綺麗な生物デッサンだけど。私も、
もっと違うものが見たいな。この絵、なんていうか、どこか私みたいだもの。お嬢様がそれを望むのであれば描けばいい。なぜこんな場所で一人逃げるように。しないというのに、どうして、どうして楽しいという感情を思い出してしまった。アイドルというものになってからだ。私は何も得たくない。だが何かを得てしまった。その矛盾から目をそらせばそれで済むのだろうか。白雪です。アイドル活動を休止させてください。はい。仕事は求められる基準にも達せず、良くもない。それはアイドルに真摯に向き合っているお嬢様や凛さんや涼さん、明さんたちにも失礼に当たります。なぜか胸がざわついている。私はただ与えられた仕事をこなす人形でよかった。それなのに何かがおかしい。答えが見つかるまでアイドルから離れさせてください。私が意味を見出したら改めて、とお前も言っていた。おじょ、いや、はい。失礼するよ。聞こえてしまったからには謝りたいとね。僕は盗み聞きするつもりはなかったのだけれど。あの、ごめんなさい。通りかかった時に話し声が聞こえちゃって、それで。
構いません。聞かれて困ることでもありません。いつか知られることです。そっか。あの千代ちゃん、アイドルお休みしちゃうの？君の歌声には僕も何かを感じていた。何かを遠のいてしまうのか。でもやめるってわけじゃないもんね。ちょっと長めのお休みっていうだけで戻ってくるよね。どうしてそこまで気にされているのですか。他人の問題のはずですが。それはアイドルは私にとって全部だから。お休みも辞めるなんてことも私には考えられなくて。私もともとアイドルを目指してたんだ。普通の女の子じゃない何かになりたくて、それで地元を出たの。だから今はまるで夢の中で生きてるみたいで、この夢から覚めたら私は一体誰になっちゃうんだろうって。辞めたら何者でもなくなっちゃうんじゃないかって、どうしようもなく怖い。だから怖い？何者でもなくなることが。私の場合はだけど、プロデューサーさんに見つけてもらってアイドルの小日向美穂になれたから。ただの小日向美穂は誰にも見つけてもらえなかった。私どこにでもいる普通の女の子。今の私とは全然違っていて、だからやめられないんだアイドル。絶対にこの輝きを知っちゃったから。ごめんね、自分のことばっかり。休むのも大事だし、ゆっくり休んで。戻ってくるの待ってるからね。それじゃあ私失礼します。まるでアイドルが救いであるかのようなことを。プロデューサー、千代のこの後の予定は？それは好都合だ。じゃあ千代、もしよければどこかへ行かないかい？気分を変えよう。目的地は委ねてくれていい。君をもっと聞かせてほしいんだ。はあ、随分とロマンチックですね。かけらも思っていなさそうで何よりだよ。泳ぐ命を見てごらん。アクアリウムに閉じ込められ、彼らはただ普通に生きている。彼らが彼らとしてただ生きていることに意味がある。それだけでいいのさ、ここではね。はあ、容量を得ませんね。アイドルも似た存在だと思わないかい？飾り立てられ、ステージに立たされ、誰かに作られた幸せを観察者へ届ける偶像。でもそれだけじゃない。僕たちには声がある。生きている証を、反抗を叫べる。この世界に己の意志を刻み、証明することができるんだ。それはつまり励ましか。
このまま生きろと。私はそんな綺麗なものにはなれません。なぜそう決めつける？君はどうして終わりを待つように固く心を閉ざして。いい、胸の奥に閉じ込めたままで。それは君のものだけれど、こぼれ落ちるモノローグなら僕は耳を傾けるよ。幸い僕ははみ出し者さ。オーディエンスとしては適任だろ。確かに優等生ではないでしょうね。それは私も同じか。幸福から拒まれ、穏やかな日々から弾き出され、世界を退けられた、はみ出し者なんだ私は。覚えているのはひどい揺れと轟音、衝撃、赤く染まる視界。何度目かの東欧への旅路だった。両親と私は並んで座り、私は疲れて眠っていた。目を覚ました時にはもう穏やかな時間は消えていた。明滅する墓の中で誰ともわからない悲鳴と炎が辺りを包んでいった。お母さん、お父さん。お父さん、お母さん。あいた、千代ちゃん。ちょっと、どうして。お父様、こっち。千歳ちゃん。おじさまの言葉は理解に時間を要さなかった。物心はついていたから、起こった事実は確かなのだろうと。だからこそ現実を直視できなかった。なんで私だけ。一緒に連れてってよ。やだやだよ。ダメダメだよ。あなたは生きるの。私がいる、私がそばにいるから、ずっと一緒だから。世界は全てを奪っていく。本当にささやかな願いのひとかけらさえこの手は届かなかった。もう二度と触れることがかなわないのならば必要などない。手を伸ばす価値も意味もないのだから。
やがて全てを失い、行き場のない私を、おじさまが黒崎家へ招いてくださった。私は千歳ちゃんの友達の千代ではなくなった。過去を、自分を捨て、新たにしもべという役割に頼り、お嬢様の添え物として生きていくことだけが最後の世姿だったのです。なぜ私だけが今もこうして生きているのか、なぜ生きる意味をどこかに見出そうとしているのか。私の性はあの時燃え尽きたはずなのに、問いかけても答えはない。この矛盾の果てに何があるというのかと。君に意味はあると、思うよ。あるはずだ。すまない、こんなことを話したかったわけじゃ。分かりもしないことを知ったかぶりをして傷つけるのは違う。けれど心にもない綺麗事を並べるのも違う。失いたくないのなら、やはり刻みつけるべきだと思う。時を進めてあがきながらでも、君が生きている証を、それが君の価値で意味になるなら。あなたも光から目をそらすなと。僕はあの人とは違う。責任もない。光を見ろとは言えない。けれど矛盾こそが君を君にしているようにも見える。ああ、何が言いたいかというと、いびつなままでいいと思うんだ。綺麗になろうとする必要はないし、美しさを理解しなくともいい。ただきっと生きていてほしいんだ。生きることに何か、わずかでも何かを感じられたらいいなと。言葉がまとまらなくて、我ながら嫌になる。同情や励ましは初めから不要です。求めていません。私には価値がない。ただそれだけの説明に過ぎないのだから。君は全てを失ったと言っていた。だけどまだ残っているはずだ、何かが。何もないのか、白雪千代。白雪そうか、白雪千代。白雪という名は失わなかったもの。それは君の証となるんじゃないか。そんなことより、アスカさん、いつもと異なり大変伝わりやすい言葉遣いでした。ありがとうございます。な、
いつもはもっと僕は。ああもう何なんだ君は。ねえプロデューサーさん、千代ちゃんのこと少しだけ待ってあげてほしいんだ。迷子になって泣くことはもうなくなったから、前を向けるようになるはずなの。あの子も私が子離れしたように千代ちゃんにもその時が来たんだよ。時間はかかっちゃったけど、今度こそ本当の意味でね。鏡はありのまま映すから嫌いだった。これまでの道のりを映し、静かに私を見せる。そこには言葉もなく、温度もなく、ただ事実だけがある。身だしなみを整えるためではなく、輪郭を捉えるために見る。価値がないと分かっていながら、映るものを描く、なぞる、不確かな性を。いつかの私が見ている。いつかの私を見ている。そこにはやはり、矛盾しか映らない。どれだけ歪で、正しくないのだろう。こんなものに価値が宿るとわからない。一人で描いているだけでは何も、一人ではないとしたら。一度休止を宣言しておいて撤回など、プロならばありえないことでしょう。ですが、確かめたいことがあります。まだ誰も彼もが幻想を抱き、ステージに立つ、光の中を生きている。彼女たちは美しく、まばゆい。私は、ああは、なれません。お前は、光の中に生きることこそが、救いだという。けれど、救われない者もいます。プロデューサーという生き物は、重度の仕事バカか、それとも、どうしようもない、アイドルバカなのか。私のこんな感情を、待っていたとは。お嬢様でも、美穂さんたちでも、水郷の者たちでもない。誰よりも、偶像に救いを見出し、願っているのは、お前じゃないか。矛盾だらけで、どこまでも滑稽だな。私も、お前も。ならば、私に、私を表現できるものをください。お前がアイドルとしての価値を見出したのならば、その歌で何かを
見つけられるかもしれない。この姓にも意味があるのかも。歌うことが証になるかもしれないと愚かにも思ってしまったから、大好きな人たちの生きた証に。お嬢様に幸せになってほしい。大切な友達だから。千歳ちゃんのそばにいたい。唯一残されたヨスガだから。歌いたい。なぜかはわからないけれど、あの光の中にいたのはお嬢様ではなかった。いつかの少女はただ歌を。高揚感はあります。同時に喪失感も。得ることとは失うこと、それは変えられない摂理。分かりきっていることですけれど、嘆くことはやめました。何かをずっと失っていた何かを思い出したような気がするから。ねえ、あの曲って千代ちゃん話してくれたの？そっか、あの子あなたに話してくれたんだ。こういう曲調のバックダンサー慣れてないから、いろいろ発見。誘ってくれてありがとね、千代さん。じゃ、また明日。一緒にステージに立てて嬉しかったよ。また明日。メインキャストが楽しめたみたいで何よりだよ、千代。また明日。また明日。ラー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 。あ、お母さん待って、次のメロディー私が歌いたい。お父さんは聞いてて。一緒に歌うの？歌が好きだった。誰かと声を重ねられるから。大好きな人たちの声を聞けるから。ずっと当たり前にそれが続いていくのだと思っていた。ずっと求め続けていた。明日を望んでいた。生きていたかったんだ。千歳
瀬ちゃん、私ね、大きくなったらみんなの前で歌いたい。おはよう、寝ぼすけの千代ちゃん。千歳ちゃん、素敵だったね、ソロライブ。頑張ったね、お疲れ様。それと見ちゃった、題名白雪千代。自画像まで、恥ずかしいものを。ううん、とっても綺麗だった。昨日のステージと同じくらい自由に描いたのかなって。わからなくてもいいの。でもね、千代ちゃんはとっても綺麗なんだよ。うん。今が楽しければそれでいいんじゃない？未来のこと、やりたいこと、いつかはわかるんだし。ずっと未来のいつか、いつかアイドルでいられなくなる日は来ちゃうよね。ままならない世界だからこそ僕らは願う。満たされないからこそ願いは芽生えるものだろう。ああ、誰も彼もがまばゆい、拒んでも背を押してくる、彩っていく灰色の世界を、この欠きかけの命にさえ意味を見出してよいのだと。アイドルというのはなんて愚かで残酷で。ねえ千代ちゃん、アイドル楽しい？綺麗かはやはりわからない。でもあのステージには意味があったのかもしれない。私がそこに立つ、私として生きる理由が。